ロナルド・レーガンのカタパルトを使いに起動時に発信する、カイ、A-18C カッタバーは、航空母艦での航空機のり着艦方法の1、形式。発艦装置として、カタパルト、着艦装置として、アレスティングギアを使用する。一方、発艦装置として、スキージャンプ勾配を使用する形式は、ストバーと称される。ジェット機のように、 大重量のクタール機を航空母艦の艦上機として運用する場合、発汗、着艦ともに補助が必要になる。このうち、発汗装置として、カタパルトを使用する方式を、カッタバーと称する。一方、着艦する際の制度には、アレスティングギアを使うことになり、この時、アレスティングワイヤーに引っ掛けるため、航空機の側には、アレスティングフックが装備される。 カッタバー方式での運用は必ずしも航空母艦に限られるわけではない。事故などの非常時や急増飛行場で滑走路が短い場合には地上でもアレスティングギアを用いた着陸が行われることもある。アメリカ海兵隊では短時間で移設可能なモリストを装備化しており、前線近くに佐藤を設営して作戦機をモリストにより着陸させて ジャトにより離陸させる運用を構想していた。またベトナム戦争時に設営されたチュライ飛行場では、後に補装滑走路が完成するまでは、カタパルトも設置されており、陸上ながら、カッタバー運用が行われた。ありがとうございます。